目指せ森安バンバンピカロさん。道は遠いな。松井清美です。全然終わってなかった。今日は何ですか。なんだよ。スタッフさんが用意してくれ。ヤブから森説明してもらう。今回はよくクイズで並び替えクイズあると思うんですけど、はい、はいはい、それをちょっと申した芸人のコンビ名並び替えクイズ。なるほど。並び替えクイズというのはカタカナで言うとアナグラムのことですか。多分そうじゃない。多分そうだと思います。文字が並び替えられるってことね、はい、そういうことか、はい、アナグラムだ。で今回、まあ、一組だけだったらちょっともしかしたらすぐ分かるかなと思って、はい、コンビ名2つ。なるほど。はあ、そういうの見たことあるわ、クイズ番組が。確かにこっちは得意よ、アナグラムは。一応全部コンビ名ひらがなにしてるんですよ。なるほど、なるほど。より難しくなってる。難しくなってる。全個も、はい、うわ、早押しだじゃん。早押しです。これマジでその能力問われるから。いや、わかる。え、本当にこれだけでその1年間の上下関係決めよう。いや、そんな完全な。どっちがよりクイズとか強いんですかみたいな取材とかされた時、あ、もう彼でした。アナグラムできるからって上、上、上、アナグラムだけで負けた方が1年やんじゃぞ。アナグラム勝てるかな。しゃあ、俺はいはい、くっそ、さやかとダイアン。よっしゃーい、ふぅマジで分かったのに。あー、大騒ぎする。マジで悔しい、マジで分かったのに。マジで分かったのに。悔しすぎる。それ何だっけ、その音。その音何だっけ、まず。昔サッカーの音。昔サッカーの音。昔サッカーの音。マジ悔しい。しゃー、そういうことだよ。そうだった。今の簡単だったね。短いし。短い。次行こう。第2問。はい。は？え？ちょっと待って。待って。あ。は？はいはい。ちょっと待って。ダウンタウンとキリン。わあ。わあわあ。やばいやばいやばい。マジ勝てない。マジ勝てない。マジで勝てない。あ、昔サッカーに煽られてる。昔サッカーだ。J リーグ開幕とかの やつかな、これ。すごい煽られてる。悔しい、マジで。よっしゃー。ちょっと待って。やばいやばいやばい。今難しかった、確かに。なんかね、似てるからこそ逆に。あー、なるほどね。ダウンタウンが多すぎて分かんなかった。マジですごいな。どういう能力だ。よっしゃー。はい。第3問。じゃん。分かってんだよ、分かってんだよ。嘘。分かってんだけど、あれ？あれ？あ、違うか。あれ？あー、え、違う、違う。タッチの雷とアキナ。すげえ。すげえ。無理だ。マジで無理だ。ずっと、ダメだ。ずっとカナリアさんだと思う。はい、はい、カナリアさんで。ずっとカナリアさんだった。雷はすぐ見つかったんで、アキナの見つかった。並木中。カナリアさん、並木中っす。くそ、ちょ、ケイヒ。知らないけど、知らないけど、ダメだ、ちょっと、オーストラリア代表の勝てなすぎる、なんだこれ、両方苦手なのかもしれない。アナグラムもお笑いも苦手だから、そんな早くないじゃん。早いよ、早いやつよ、ね、早いよ、これ、もっと早いし、ちょっと待って、よし、あれ、第4回、はい、ヒント欲しければ言いますよ、まだ言えないです。え、違うの？え、なんでなんでだろう？なんだろう？え、一個はそうなんだろうと思う。マジ？ちょっと待って。俺まだ見つかってない、一個も。見てみますよ。え、ちょっと、はい、やめてください。僕が今ちょっとリードしてるんで。脳内でリードしてるんで。ヒントじゃあ1。はい。5文字5文字。あ、じゃあ合ってるわ。待って。待って待って。マジ見つかんない。これなんでだ。ちょっと、あ、違うか、あれ、うん、ヒント2、はい、M1 選手両方とも、あ、違うか、ちょっと、はい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 、何、オズワルドと錦鯉、正解、よっしゃこんな白目のゴールキーパーいねえよ。チェッ、全然頭に入ってこなかった。なんかオズワルドさんがすぐ分かったんだ。あー、そういう時あるよね。そういう時ね。じゃあ
やばい。じゃあ次最終問題。はい。現在、はい。エミル君1ポイント。はい。クランク3ポイントです。ということで、コールドです。じゃあ、もう1個前にコールドしてくれ。お願いします。じゃあ、もう1個前にコールドしてくれ。お願いします。違う、違う、違う。これはもう本当に。これはもう本当に俺、本当に。頼む。ああ、頼む。あ、じゃあ普通にやろう。いや、普通にやって、俺が1点取って、取ったら3対2ってこと、うん、いや、その最終問題の点数が。分かった、じゃあゴールデンゴール方式にしよう。そういうの昔サッカーでやってきたから。最後に決めた方が俺、そういう勝ちに勝ちにしよう。あ、やった。はい、じゃあ最終問題。じゃん。難しい、そう。絶対。あるか。ラ。わかりますか。ちょっと一つもわかんないですね。じゃあヒント1いきますよ。はい。はい、ヒント1、7文字4文字。へえ。いや、そうじゃないかと言うんだけど。結構長いもんね。ヒント2いきましょうか。はい。はい。大阪で活動されてる方と東京で活動されてる方それぞれです。ちょっと待ってな。ああ、ちょっと待って。あ、ちょっと、なんだそれ。おい、見せろ。ヒントさん。はい。うん、2つは7文字の方に。いや、もうそう思ってんすよ、俺も。うわっ、それ分かってんすよ、完全に分かってんすけど。分かってんの？そっからが分かんないのよ、なんか。うわ、おもちゃの仕事出せない。いや、何文字の方が分かってたの？あと何文字。はい！うわっ、きたー。きてない、きてない、きてない、全部間違えろ、全部間違えろ。ハロイストカロシレンコ。うわー、正解。よっしゃそっちの数でした。ハラシレンコンが見えなくてハライチはすぐ見えたんですよ。あー、逆に。あー、ハライチがすぐ見えた。あ、それ奇跡だよ、だっていっぱいあるもん。あと俺ランナンとかも思ってたもん。ハライチランナンとか8回もいいんだけど、8回も。いやでもね、歯はやっぱ途中ではなんか使わないから、歯から頭で考えたのよ、まず。なる、あ、歯ってあんま使わない。歯、確かに、あんま、確かにな。途中には最後とかに使わないでしょ。うん。で、歯からって考えたら、あれ、腹、ん？ 1 だってなって、はいはい、あと何？あの7文字なんだと思ったんだけど。あー。時間かかったー。あー、くそ。うわー。最悪だ。釣られたな、ボッタ。ということで、はい。クランク4ポイント。あ、リストなんで、1対0です。で、僕の勝ちです。よっしゃー。忠実なんだよ。そこ忠実なんだよ、こいつ。ってことは？スノー。今後1年間、ずっと俺の引き立て役としてズノーメンに関してズノーメンに関してはまあね、結局ね、みたいな。結局2人で Q 様とか出て、いや、まあ、ね、結局ね、いや、まあこいつがね、みたいな。なんか、いや、その、さりげなくでいいから、さりげなくでいい、さりげなくでいいから常にアシストをしてるしゃっ。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。